あんたが切った結城秀康って男、あれは徳川家康の嫡男、つまり次の当主となるべき男や。そうだったのか。ああ、名前こそ結城って名乗っちゃいるが、あれは徳川から養子に出されて仕方なくついた名前や。ほんまやったら東軍の総大将を務めててもおかしないほどの男やで。だがそれほどの人間がなぜ養子に。なんや、あの結城秀康ってやつは出来が悪いって評判の男らしくてな、親父の家康にも嫌われて無理やり養子に出されたって噂もあるくらいや。そのことを恨んで徳川を裏切ると。まあそういうことやろな。そうでないとあの天海がわざわざこんなややこしい作戦立てて殺すようなことはせんやろ。どうしたんや。え、あ、いや、え、それに俺が部屋に入った時すでに襲われることを知っていたようだった。何やと。それじゃ結城秀康は襲われること分かっといて逃げ出さんかったっちゅうことか。あ、そないなアホな話があるか。わしやったら速攻逃げ自宅しとるで。だがあの言葉気にならないか。あ、おう、天界から弟を救い出すとかなんとか言っとったやつか。そうだ、あの結城という男、どこか引っかかる。まあな、でも考えすぎなんとちゃうか。天界と昔に揉め事でもあっただけなんちゃうか。しかしよう降るな。変よな、ずいぶん時間が経つのに誰も来えへん。どないしたんや、暗い顔して。いや、なんやねんな、気になるがな。俺は今日初めて人を切った。え、初めてって。お前、そうか、お前それで怖なって。いや、そうじゃないんだ。え、その逆だ。俺は人を斬るということはもっと怖いものだとずっと思っていた。だが今はその怖さを感じない。あの結城って男にせよ、その手下にせよ、強い剣の前では無力。俺は改めて分かった気がした。剣とは人を斬るための道具だということ。つまり真の剣士とは剣で命の奪い合いを重ねることでこそ。武蔵って言ったっけか、あんた。 ああ、それはあかん。それは人斬りに取り憑かれた人間のセリフや。人斬り。せや、人を斬ることでしか自分の価値を見出せへん、そんな剣士の慣れの果てや。昔のわしもそうやった。え、わしは結局
今の今まで剣を捨てることができんかった。せやけどあんたならまだ引き返せる。人斬りの道に進む前に引き返すんや、武蔵ちゃん。無理だ。なんやと？俺は物心ついた頃から剣士を目指して生きてきた。今さら国に帰っても剣を捨てて生きていくことなんかできない。もう後戻りはできないんだ。せやけどこの先わしのような道をたどるかもしれへんで。分かってる。でも俺は純粋にもっと強い奴とも戦ってみたいんだ。そうか、ならえ。せやけど世の中広い。天下無双を目指すんやったら先は長いで。覚悟はしている。お、やっと迎えが来たんか。やはりお前たちが生き残ってしまったか。生き残ってしまったって、あんた何言うとるんや。丸目さん。な、何の真似や。丸目さん、どういうことなんだ。お前たちはここで死ぬのだ。
さすが私が見込んだだけのことはある。だがまだまだだな。マルメさん、説明してくれ。どうして俺たちを。何を手間取っているのだ、マルメ。小次郎様。おお、この男たちが結城秀康を切った者たちか。どちらが切った？俺だ。そうか、それはご苦労だったな。だがお前たちにはここで死んでもらう。その構え、何のつもりだ。構わん、やれ。土下座すんなら許してやるぜ。
まさかそのような技を使うとはな。その技、本物かどうか試させてもらうぞ。二刀流か。だがそんな小手先の技が私に通用すると思ってるのか。宮本武蔵、あんたは。佐々木小次郎だ。何の真似だ。観念したのか。丸目さん、俺はあんたに言われた通り逃げて生き延びる。生きてこの男とまた戦う。真島、真島、ごめん。はい。あなたが浮世さん。はい。あなたのお兄さん、真島五郎八のものです。これを届けるために。武蔵ちゃんよ、わしゃもうダメかもしれん。もう少しだ。気をしっかり持て。さあ、やっと来たぞ。あんたが言ってた橋ってのはこれだな。
ああ。ここを越えれば、近江の国だ。さあ、行こう。ちょっと、待ってくれ。どうしたんだ？これを、持っててほしいんや。もしもの時のためや。もし、わしが死んだら、この刀を妹に。え？売れば、結構な値になるはずや。今のわしにできることは、これくらいや。何を言ってるんだ？冗談やない。わしはもう刀は握れん。なあ、武蔵ちゃん。なんだ？あんた、これからどないするんや？わしらは、罠にはめられた。もう逃げ場もない。それでもあんた、剣の道を目指すんか？いたぞ！もうダメや。大丈夫だ。お前はここで待っててくれ。何言うてんねん。もうわしら逃げることなんかできんねや。そんなことはない。大丈夫だ。俺に任せろ。マジマ！見つけたぞ！いた！逃がした！武蔵ちゃん、妹のこと頼んだで。マジマ！おりゃ！邪魔なんて！マジマ！マジマ！お兄さんは最後まで勇敢でした。あなたの言いたいことはそれだけ？え？その刀は受け取れないわ。私にはどうでもいいことだから。
なんか悪かったわね。こんな反応しかできなくて。どうしてどうでもいいなんて言うんだ。あの人は私の本当の兄じゃないから。え？私はね、あの人に拾われたのよ。すべてを失った後にね。すべてを失った後？どういうことだ？まあ、あなたには関係ないことよ。それより、その格好なんとかしたら？うん。何があったのかは知らないけど、その格好でこの辺歩いてたら、村のみんなが怖がってしまうわ。湯を沸かしてあげるから入って。すまない。それでお湯を浴びて体をきれいにしたら、申し訳ないけどこの村から出てって。でも俺はあんたに真島さんの刀を受け取ってもらうまでは。その話はしないで。いいから早く入ってよ。わかった。出てきたのね。ご飯用意できてるから。ああ。さあ、じゃあ食べましょうか。いや、それよりも刀のことだが。いい加減にして。刀の話するならすぐに出て行ってもらうわよ。いいから早く食べましょう。ん？何？どうしてこんな振る舞いを？どうしてだろう。え？自分でもよくわからない。でも多分真島が死んだって聞いて安心したからかしら。安心？いや、違うかも。ん？これで本当に私は一人ぼっちになっちゃったんだなと思って。あんたさっき真島は本当の兄じゃないと言っていたが、どういう関係だったんだ？よかったら教えてもらえないか？うん。真島はね、私のお父さんを殺した男なの。え？殺した？そう。でもね、別に何か恨みがあったとかそういうのじゃないの。果たし合いの末にってやつ。つまり真剣で勝負をしたと。うん。お父さんはね、神月の国の桐生って町の道場で剣を教える剣士だったのよ。剣士？でも剣士って言ってもどこかのお武家さんに仕えていたわけでもなくてね。
母は物心ついた頃に亡くなってたから、私たちは親子三人でつつましく生活していたの。三人？うん、私と父と姉のアゲハ三人。決して裕福ではなかったけど、家庭思いでいいお父さんだった。じゃあなんであんたの父親は真島と勝負を？さあ、でもお父さんはこの勝負からは逃げられないって言ってたわ。私と姉には理解できなかったけど。逃げられない。後で真島から聞いて知ったんだけど、お父さんは昔は有名なお侍様だったみたい。それで真島は試合を申し込みに。じゃあその勝負が原因であんたの父親は死んだのか？そう、お父さんは私たちの目の前であの人と戦って死んだ。目の前でか。その後父を失った私と姉は桐生を出て応募を転々とした。その姉さんアゲハさんはどうしたんだ？もしかして亡くなったのか？うん、姉さんは貧しさから私を救うために売られていったわ。売られていった？うん、遊郭に。私は姉さんが残してくれたお金を持って一人で生きていかなければならなくなった。そんな時偶然あの人に会ったの。それで真島はあんたを妹として養おうと？うん、多分あの人なりの罪滅ぼしだったんだと思う。私にしたら父の敵と暮らすなんて思いもしなかったんだけどね。そんなことが。だからね、あなたから真島が死んだって聞いた時、なんか今までの心の使いが取れたような気がした。でも同時に寂しさも覚えたってわけか。ごめんね、辛気臭い話になっちゃって。いや、いいんだ。どうした？お酒取ってくるね。なんかこんな日はお酒でも飲みたい気分だから。あなたも一杯やるでしょ？あ、いや俺は。どうしたんだ？どちら様ですか？こやつが真島五郎八か？違います。この方は隣村のお若い方で。うるさい、どけ。真島五郎八にしては若いな。お主、名を何と申す？さあな。うん、さあだと？正直に言わねばその首がなくなることになるぞ。さあ言わぬか。どうしても知りたいなら丸目にでも聞いてみたらどうだ。何？貴様今何と言った？まさか貴様宮本武蔵か？そうだ、お前らが追いかけている真島の相棒宮本武蔵だ。なぜ武蔵がここに？お前の兄さんの剣少し借りるぞ。ふん、宮本武蔵ならば同じく殺すのみだ。死ねえ！いい度胸だな、来やがれ赤蔵が。
情けだ。解釈を。この刀は俺の親友だった奴のものだ。そいつの許しがない限り、この刀で殺しはできない。な、真島はもう人を斬ることから身を引こうとしていた。宮本武蔵、もう逃げることはできんぞ。やはり真島の言った通りだ。え？剣の道を生きるのは哀れなことなのかもしれない。俺は剣を捨てる。剣を捨ててお前を守る。俺と真島は追われてる。いずれまた追っ手が来るはずだ。だから俺はここでお前を守り続ける。お前が許してくれるなら。寂しい思いはさせない。わかった。何してるんだ、そんなもん取り出して。ん？ああ、これ。それ、お前が大切にしてた母親の形見じゃないか。うん、そうだよ。なんで今さら刀に鈴を？いや、そろそろかなと思って。ん？何がだ？あなたが剣士に戻るのが、ね。どういうつもりだ？これはね、お守り。お守り？そう。あなたがまた刀を使うときに、私にも何かできないかなって思ってね。必要ない。え？俺はもう剣は使わない。だからお守りなんてもう必要ない。田んぼに戻る。お前もそんなことしてないで
早く飯を食え。なんだ、あいつマジマじゃねえじゃねえか。あんた、この村にいるマジマって男知らねえか。知らねえな。どうしてそんな奴を探しているんだ。徳川から賞金が出てんだよ。何か重罪人らしいじゃねえか。殺せば百両結構いい金になる。ゲンさん、こっちに。なあ兄ちゃん、本当に知らねえのか。嘘ついたら痛い目に遭うぜ。そうか、なら本当のことを言おう。あ？真島なら死んだ、去年の冬。なんだと。でたらめ言ってんじゃねえぞ。そんなこと言ってごまかそうとしたって、そうはいかねえ。おいお前ら、家ん中にかくまってねえか、探し出せ。ちょっと待て。なんだ。お前ら賞金が欲しくて真島のこと探してんのか。なあ、そうだ。それがどうした。それならもう一枚の手配書を見てみろ。うん？真島が徳川から追われているなら、もう一枚手配書が出ているはずだ。ああ、こいつ！まさか、お前。俺が宮本武蔵だ。そうか、お前がこの宮本武蔵か。とんだ獲物が舞い込んできたぜ。あなた、これちょっと、どうしたの。言ったろ、俺はもう刀は使わん。でも刀なしでも俺はあいつらを倒せる。お前を守ってみせる。恨むなよ兄ちゃん、やれ。おい、土下座するなら許してやるぜ。
あなた俺らを見くびるんじゃねえ。死ねえ。うわっ、浮世。おのれ、浮世、逃げろ。逃げるんだ。浮世。浮世。浮世、大丈夫か。浮世。あなた。これ。あなたの刀。お前。ね。お願い。なんだ。剣を。剣を捨てないで。あなたならきっとできる。何かだ。剣で人を救うことが。剣で人を。そう、お父さんが言ってた。本当に強い剣士は剣で人を救えるって。だからもう一度強く。わかった、わかったから。だから死ぬな、浮世。あなたに会えて楽しかった。浮世。まさか、あんた、浮世。大変よ、人殺し、人殺しや。浮世が賞金組の男に殺された。大変や、大変や、人殺しが俺に。ようやく会えたようだな、宮本武蔵。間違いないようだな。まるで獣のようだな。さすが徳川の嫡男を斬っただけのことはある。いざ勝負。Thank you.
その体では刀は抜けぬな。うるさい奴らだ。どこか他の場所でやってくれ。誰だお前は。無礼な奴だ。武士なら名を聞く前に自ら名乗るもんだと教わらなかったのか。邪魔をするな、この坊主が。邪魔をしたのはお前たちだ。わしの眠りを妨げた。なんだ、怪我をしているのか。おい坊さん、あんたには関係ない。早くどっか行け。口の減らない奴らだ。何しやがる。なんだこれ。なぜ動かぬ。なんなんだこいつ。どうする、やるか。覚えておれ。傷の具合を見せろ。え、このままでは傷が化膿して死んでしまうぞ。いいから見せろ。大丈夫か。少し疲れただけだ。そうか。少し先に古い社がある。そこで手当てしよう。これでよい。あとは数日もすれば治るだろう。すまない。どうして俺を。深いわけはない。わしは刀で切られた男を見るとほっておけんたちでな。わけは知らんが追われて疲れているのだろう。今日はもう休め。
あんた剣士なのか。なぜそう思う。あんたの胸の傷、刀傷に違いない。こりゃガキの頃いたずらでついた傷だ。刀傷なんてかっこいいもんじゃない。わしは諸国を漫遊しているただの坊主じゃ。じゃあどうしてあんな技が。もうあれか、あれはわしなりの護身術みたいなもんだ。物騒な世の中だからな。最近じゃ賞金がかかった人斬りまでいるようだし、諸国を回るのも危ないからな。どうした、寝てしまったのか。いや。おう、そういえばまだ名を聞いていなかったな。どうした、言えないのか。あんたさっき言ってたじゃないか、名を聞く前に自ら名乗れと。確かに、だがあれは武士の話だ。わしは坊主、そんな礼儀は必要ない。ふん、とんだ坊主だなあんた。で、名前は。宮本、宮本という。そうか、宮本か。確か今噂になってる賞金首も同じような名前だったな。あ、でもその男はどうやら二刀の使い手らしい。お前は一刀しか持っておらんし、まあ別人だろう。あ、あ、今日はゆっくり休め。人に追われてたらゆっくり寝ることもできんだろう。今日はもう寝ろ。ああ。宮本殿、剣士といえど人間、逃げてばかりの人生はつまらん。新たな人生を歩みたいと思うのなら、今日の落外、祇園の大門へ参る。わしは先に行ってお主を待つ。
Yeah.